さーって次のサボステン石をもらいに行こうか。この模様の数から考えると結構な数ありそうだよね。あ、開いた。サボテンダーの声かな、じゃあする。サボテンダーですね。わ、かわいい。なんて言ってんだろう。10点。サボテンダーは代々エンシェントマターを砂漠の秘宝として守ってきたらしい。10番。正当な持ち主が現れるまで秘宝を守ることが自分たちの使命だと言っている。正当な持ち主、どうやって証明するんだ。そういう神話が語り継がれているようだ。サボテンダーの神話、本当にそんなのあんの。俺たちの物語をバカにしないでくれるかい。ゴブリン。おっと、慌てない慌てない。レイヤーさん呼ばなきゃ。俺はキッド G、 ゴブリン一族の末裔だ。今は古の名役に基づきサボテンダーたちを指揮している。しゃべる。伝えたい思いがあれば言葉ぐらい獲得するさ。モンスターが喋らないなんて人間の先入観だね。ふん、一理ある。サボテンダーの聖典覇王文書の一節、砂漠の秘宝を求めし者に試練を与えん。あんたたちが秘宝の持ち主にふさわしいかじっくり見せてもらおうか。なになになに。100点。食べた。これは試練だ。制限時間内にサボテンダーを倒して力を証明してくれ。じゃあ、あんたが挑戦者ってことでいいかい。え、私、サボテンノックユフィの試練、物理テンダー、マジカルテンダーなどが、忍術は魔法扱い、上級、まあとりあえずやるか。連打。物理テンダー、マジカルテンダーは、マジカルテンダーマスター2。物理テンダー、ボーナステンダー、シュシュ、100点か。なんか強いなって思ったんだけど。方がいいか。攻めることダチャオのごとく。ボーナステンダー時間増加。見てろ。そこだ。よよ。だいぶ。それそこだ。そうだ。見てろ。知ったね。よ。よ。それ。魔法。つむじ風はどっち扱い。シュシュッ、そこだ。
魔法持ってった方がいいのかな。荒ぶること水人のごとし。えっよっこのどうだ。見てろ。よっそれ。よっはい、時間がもうない。ボーナス点だ。ボーナス点だ。これ魔法が弱いな。一応まあクリア扱いにはエンシェントマターを渡してもらおうか。ずいぶんと変わった名前で呼んでるんだね。もちろん約束は守るさ。ほら本番じゃないね。それが砂漠の秘宝のかけらさ。かけら？どういうこと？秘宝はいくつかのパーツに分けてそれぞれ砦に隠してあるのさ。つまり試練はまだまだあるってこと。それじゃあ次の砦で待ってるよ。クラウドさん、興味深い事態になりましたね。秘宝を守るサボテンダー軍団、それを指揮する知的なゴブリン、砂漠に現れた謎の巨人サボテンダーの聖殿覇王文書、僕の体温上昇エヴァ的な何かかな。僕は今興奮しています。早速エンシェントマター、いや砂漠の秘宝の反応を観測しました。2号マ航路へ向かってください。ねえ、小型マ航路っていくつもあるの？はい、砂漠にはゴールド操作へ電力を供給するために建設された小型マ航路が複数機存在しています。現在は土地が枯れて砂漠化が進行しないよう稼働機と休眠機を順番に回すことで延命を図っているようです。キラキラの代償が熱々のカサカサか。そのマ航路も今は秘宝を守る砦です。サボテンダーたちの建築技術は素晴らしいですね。砂にサボテンエキスを混ぜて固めたようですが、耐久性は辛辣性よりも優れているかもしれません。多分再挑戦したかったらこいつかな。全然、成績は良くなかった。初級、中級、上級、これ次の場所でも同じのができるのかもしれないので、とりあえず一旦このまま放置で。上級までクリアしようと思ったら結構大変そうだね。あ、眩しい。はい、ということで、とりあえずこの辺の地図を埋めてしまうかの。よし、よし、霧は晴れたな。お次、あえてこっちに行って、ここの通路沿い、北斗が如くの荒野を思い出すわ。敵いた。おーっと、惜しい。なんかね、動いてるなと思ったんだけど、なんとかなった。デルクスがいて、デルクスが、あ、デルクスはモンハンか。
よし、こっち OK。 おー飛んだ、敵結構いる。ほほーって声した。あれこれだね。動き自体はめちゃくちゃ早いんでね、探索自体は楽なんだけど、敵に絡まれちゃうとめんどくさいな。宝箱を探すよ。早速発見。二つ目。さあ、ラス1。これかな。上いけんのか。パッと見は上にはないな。敵が、あともうここ範囲外だ。となるとこっちか。この上どうだ。当たんないな。このバギーの裏とかなんだよ。わからん。これより先に行く、この辺でもう範囲外でしょ。こっちも範囲外。あった。お、スワローガード。スワローってヤクルトスワローズのスワローだから、多分ツバメのことだよね。うん、まあまあここなんもなさそうだし十分や。でこれのね、鳥のトラップするにはまずここに行かなきゃいけないんで、先に行かなきゃなっていう。ということで、ここがファストトラベルポイント扱いになってるよね。だから先にここで取りに行こう。チョコボいないけど、あ、チョコボ、あ、そうか、こっち側にはチョコボいたか。かな。ということで、ね、ジョニーさんのトンベリも終わらせないといけないんだけど、でもチョコボを呼んでバードトラップさんを仕掛けれるようにしましょう。いよいよ、中か。くん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 、え、中じゃなくて裏か。よし、
星の恩恵が作れる恨みマフラー、トンベリーですか。さあ次だ。上っぽい。よくするけど、めんどくせえな。だいぶ奥やね。まあ、どうしてもやる？切るんだ。そこだ。クラフトものだけ発掘したら帰っているから、ここで仕掛けてもいいやね。消えろ。この隙に沈め。これだ。どうってことない。匂わなくても場所さえ合ってら取れるのかな。お、バードトラップ作れるようになったね。これでクラピオを捕まえられるんじゃねえか。あ、もう一個あるみたいな。これも終わらしてから。ここだ。そうだね、別に匂いを最後まで行かなくても取れるんだ。オッケーオッケー。アイテムクラフトさん、メガポさんが材料足りませんね。次のマップのアイテムが必要ですね。とりあえずバードトラップさんを1個でいいんだよね。じゃあ仕掛けていきます。カット。ちょっとジョニーの情報も聞いとく。トンベリマスターの話だいぶ前だったから忘れちゃってる。トンベリキングの王冠は俺盗まなきゃいけないんだよ。いつまでも待ってますから。忘れちゃうと干からびちゃいますから。ここからバギーでトンベリを追うか。まず盗まなきゃいけないから、お、回復がマックスになったね。フィジカルはバレットにつけてたよね。でここに一旦盗むを入れまして、おお乗り越えれる。さあということで、トンベリマスターさんどこ。適当に移動してるときにね、トンベリマスターの会話始めたからあの辺だと思うんだけど、それがどの辺かが分かんないんだよね。あれはね、魚。でここは結構行ったけど、この辺でその会話始めたよね。今井が
少なくてもトンベリではない。おお、ここっぽくない？どうやって行くのかわかんないけど、あ、これはエンシェントマターのところか。んー、どこだ？この辺で会話が始まったのは覚えとるんだけど、まあ、普通にここ倒してるうちにわけわかんなくなったんだよね。わかんねえな。まあわからんときはとりあえず先に別の探索を済ませてからということで、バードウォッチングの探索を済ませてからにしましょう。これら全部が終わってもね、場所が見つからなかったらその時考えりゃいいんや。クラピオ探し、ことで忘れてねえだろ。トラップを仕掛けよう。トラップを仕掛けよう。3箇所。あ、これ毎回使わなきゃいけないの。しばらく様子見だな。残りの2つもしか、ミッドガルにいた時、ミッドガルにいた時はもっとシンプルだったんだがな、ということで。はい、マードトラップさん、ね、まあ別に特殊アイテムがあるわけじゃない。まあ材料足りないって人もいないでしょう。シンラっていう大悪党をぶっ潰せればそれでよかったからな。今は違うのか。シンラをぶっ潰すのはもちろん変わんない。ただよ、奴ら相手にがむしゃらになってたのも今思うと目をそらしていただけなのかも。星を救うっていうでっけえ目的の他に俺には向き合わねえといけねえことがある。村の連中やラインとあってそれが分かった。悲しいね、我とが大人になってしまった。ということでね、探索の続きやで。まあ先にバードを終わらせに行ったのはここのバードが見えてたから、この探索の続きはね。バード上か。どうもー、大きいですね、砂の巨人。まさしく巨人。さあ、あの上にはどうやって行けるのか。中ではない。どっか登れるところある。お、いけるか。よし、2箇所目。
にはどう見えてるか知らねえが、こう見えて俺も変わったんだ。まずティファの説教が効いたな。スラムで出会った頃の話だ。マリンのことでな。ティファが？意外だな。よっぽどのことだったんだよな。マリンには安心して眠れる場所と清潔な環境が必要だって怒ってよ。それまでは野宿だった。どうかしてる。赤ん坊連れて野宿はどうかしてるぜ。で、次はアバランチだな。暴走機関車スタイルで走りながら考えて仲間を引っ張ってきたが、結局走るだけで考えてなかった。衝突や脱線が多くてよ、いらねえトラブル抱え込んで。ああ、今はそこまでじゃない。リメイクの時はそんな感じだったね。俺たちの出会い、クラピオとの出会いもきっと意味がある。大事にしようぜ。バレットがまともになっていく。さあ最後の一つ。ちなみに最後の場所はここね。あ、意外に次行く場所だな。ね、このままの流れでこっち行きましょうか。こことここ。どうせ全部行くしかないんだけど。まあ一つずつ順番に進めていきましょう。